お疲れ様です。ラットです。今回はですね、こちらの、三重四節気を使ってですね、マルチやっていこうかなと思います。で、最近その神器型の三重四節行って、このコウモリの句が、ハンターですかねの三重四節の形がちょっと流行ってたんですけど、なんかこのコウモリの方で海外ですね、海外のその千人大会で優勝した方がこのデッキですね、コウモリ型を使ってたんでね、今日はこちらを使ってね、マルチやっていこうかなと思います。っていうところで早速ですねよいしょ。そうだな、ザップ、そうスペルをね、ウッドではなくザップだったので、枯渇が来たら正直なかなか厳しいかなって言ったところなんですけど、それ以外にはね、なんとかというか、ザップで全然いけるんじゃないかなというところで、マッチングが長いですね。やばい、マッチング OK 来た。あ、ノー MCY、 これあれっすわ、海外のブレンの、そうブレン e スポーツのプロですね。この方はペッカ工場を独立してる人で、そうなんですよね、めちゃくちゃうまいんですよ。もうペッカで、もうグロなんぼ3位とか、グロマジ今シーズン序盤の方にもグロ1位ぐらいの辺ずっとペッカ工場でいた方で、もうペッカがマジでうまいんですよね。やだやだ、え、やば、今のにコウモリ突き加えますからね。コウモリじゃない、ガゴか。エリクサーパンも置きたいところですけど、相手が、コジョババを持ってるんでね。さあ、ここで置くかな。置いて、ここを防衛したいですね。相手のこのコジョババ、ハシマイペッカが来るのか来ないのかがわかんないんですけど、来ないですね。で、これは突進受けていいんでね、ザップで止めてもいいんですけど、止めなくてもいいかなっていうところで、さあ、ちょいとダメージ受けちゃったんですけど、これでもうコウモリ付け足してザップ打たれるかな。そうだよね、うまいよねっていうので、やばいな、やばいやばい、サイクルが良くないですね。良くないというか相手のペースになってる。エリポン置きたいんですけど置いたところでみたいな、やばいですね。全然こっからですね。おお、このタイミングで工場つけてくるのはあんま見ないというかわかんないですけど、さあここで置きますかね。置いて、これザップって、このゴーストは強要ですね。っていうところで、こっからですね、攻めていきたい。で、もうここでエリクサーポンプ置けるんで置きます。置いて、相手がこれにね、自分が、エリポン置いたんで、その瞬間、ペッカは展開してこないですけど、他のユニットでめちゃくちゃ攻めてきますね、相手。でも、こっちの攻めも刺さってますね。オッケー、エリアドのご利用しが今いい感じで、これもう一回エリポン置いていいな。よし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 、流れはめっちゃいいっていうところで、ここでまたユニット出して、ここで三重四節はまだできるだけ展開せずに他のユニットで回して、オッケー、やばい、それはしゃしゃったかも。これは突進入れたくないっす。っていうので、しっかりザップって守りつつ、これ逆サイもやばいっすね。やばい、ガゴ多いよ。ガゴが多い。これザップ打ったら守れるし、打たなくても守れる。はい。でもエリアドがね、溜まってきてるんで、これはザップ打って防衛してあげてね、しっかり。OK! いや、いいよ。チャンス。これ相手、攻めすぎ。攻めすぎで、はい、付け足し、逆に来た。カウンター。で、これでしっかり逆サイにも振ってあげることで、うまい。
いや、それはうまいけど、オッケー、入って入って入って、オッケー、来た。よしよし、もう、ただエリクサーポンプ置いて、守ってただけなんですけども、よしよしよし、しっかり耐えれましたね。っていうところで、今シーズンベストで、まあ、グローバル87ですね。まあ、あと2000円かな ?2000 円行きたいですね。いやー、まあ、ペッカは今のは、本当に、どれだけ耐えれるかですね。エリクサーポンプを置いて、相手のその、攻撃を耐えれば、耐えしなければいけるんでね。しっかり耐えることが大事ですね。っていうので、さあ、次。ああ、咳が。まだ言うて、もう、咳が止まんないですね。はい、というところで。お次、まあ、初手リポンあるんで、置いていきまーす。いや、置いていきますって言ったんですけど。ちょっとロイホグ来たんで、まあ防衛しつつですね。いやー、痛い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 。ロイホグやばいっすよね、マジで。めちゃくちゃ持ってかれますもん。これはやばいな。でも相手、多分ロイホグデッキイコールウッドなので、コウモリが刺さりますね。まあ、ロイホグ30死だったら、なかなか、だるいんですけども。はいはいはい。あー、30死っぽいですね。で、これで相手が墓石が来るか、スケルトンが来るかによって、墓石型ですね。はいはいはい。なんかランバーってあんま見ないですね。ランバーって珍しい。やばいやばい。痛い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 。やばい。この、オッケー。耐えたんすけど、これが多分落とされますね。ここでもう、ロイフグ来て、はい。これがな、あ、でもゴーストいる。ゴースト、オッケー。優秀戻ってきた。これもうザップ打って、もうどうにか減らしてダメージを。オッケーオッケーオッケー。どうにかね。もうこれ、逆にカウンターみたいな。で、今相手、アイスゴレ裂いたから、あー、コウモリ、コウモリ、コウモリ。いや。やばいぞ。やばいぞ。思った以上に攻めが通んないっす。いやー。さあ、これ相手のボス切りに反応しない。これは無理だな。守れないから1個捨てて、3子展開して、よいしょ。まあ、こっからですね。相手もロイホグ3子だと思うんですけど、まあ、許容しつつ、しっかりカウンターにつなげていきたいところですね。いや、でも相手も30子っぽいんですよね。そうなんですよね。これワンチャンでも30子固めたいな。いや、無理か。いや、ワンチャンないこともない。ポイズン使ってくんな。ある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 、全然ある、全然ある、マジある、マジある。え？あるくね？頑張れ、頑張れ、頑張れ。自分頑張れ。あー！いや、あれ、いや、いやー、ないか。ザッ、やばい、え？いや、惜しいな。惜しい。惜しいけど負けたな。これはなぁ、ロイホグがめちゃきちい。マジで。対ロイホグがもうゴーストしかないし、ゴーストだけでも、結構しんどいんで。まあ今のはまあしゃあないっすかね、ロイホグに。まあ勝てないことはなさそうでしたけども。まあまあ、切り替えて、ラスト。ラスト勝って、終わりたいですね。さあ、マッチングが長い。よし。さあ、アンディ。これもな、有名な方ですね、相手は。さあ、まあ、初手はエリポン行って、まあ、これはエリポンを守りたいですね。まあ、ペッカの匂い。ペッカの匂いがプンプンする。ああ、違う、何これ。あ、ペッカだ。これやばい、マジアチャ、あー、マジアチャゲーミングされた。やばい。
あ、まあ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 少々ね。やばいやばい、いやこのゴーストが痛いんだよな。はいはい、まあねまあね、ダメージ受けたんですけど、三十四は栄本を貯めれば勝ちみたいなところがあるんで、これ多分あれですね、小序馬場来るんで回して言うのを構えて、いや来ないか。おお、マジそこで攻めてくる、うまくね。 OK、 これ攻めたいですけどね。 OK、 多分これ刺さる、直感だけど刺さる。 OK、 いや待って、これゴー続け入れなかった。今のはですね、相手がロリババ咲いた。ロリババ咲かなかったら、これはしてないですけど、ロリババを攻めてっていうか、今使ったことによって、多分、ほぼ角でコストがなかったんで。っていう、まあ直感ですね。相手が攻めすぎたなんじゃねって思ったので、まあ今のね、カウンターで一気に持っていけて、美味しいと。これな、このマジアチがなかなか厄介なんですよね。しかも、あー、処理されない。やばい。やばい。ムートもある。何これ。聞いてない、聞いてない。いや、しかも、マジオチ優秀ね。やばい、やばい。え？そんなことある。やばい。待って。最悪だ。最悪だ。最悪だ。いや、一つ思った。これ、両方、ギリギリ耐えれるみたいな。ありそう、ありそう。ギリギリ両方耐えるみたいな。あー、やばい、両方どっこいしょされるやつや。やばいやばいけど、ないことはない、ないことはない。オッケーオッケーオッケー。インドラやば、相手のデッキ面白さ。あ、ないことはない。うわー、考えてなかった。それうまいな、相手っていうので、ここでワンチャンをね、しっかり狙っていきます。ある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 、いや、言うの言うの、ぶっ刺さる。歩くね、あるある、マジで。追いついたけど、追いついきれないか。まあ、これはあれだな。相手のデッキが面白いな。いやー、悔しいな。勝てたな。勝てそうでしたけど、なんか、ね、新しい神器みたいな、ニュー神器みたいな感じのデッキと当たりましたね。これ、相手のデッキが良さげ。っていうところで、まあ一勝しかできなかったんですけども、まあこの機は結構ロイホグ相手には厳しいかな、結構、はいとは思うんですけど、まあペッカとか、うん、まあ他にはね、他のやつには結構立ち回れると思うんでね、こちらのデッキもね、ぜひ使ってみてくださいというところで、本日以上になります。よければチャンネル登録の方もしていただけると嬉しいです。ということで終わります。バイバイ。